学んでもっと飛躍していくなと思うんですけど、やはりこう同年代の選手が辞めていくっていうのは本当に寂しいことなので、あのノリと2人でなんとかあの頑張ってやっていきたいなと思います。これからもお二方大変期待。